リオチのミタイトルラジオ、始まりました。イエーイ。イェーイ。ま三回目なんですけど。<laughs> <laughs> ということで、初の、えっ、ー、と、第一回放送やっと始まりました。そうですね。はい。 えっとパーソナリティのリオチと申します。よろしくお願いします。はい。そして僕はアシスタントで入っております。はい、リオチがなれるまでということで。はい。はい、すみません。えっといつかいなくなります。山内と言います。<laughs> いなくなっちゃうんですか。<laughs> いや、やっぱね一人で世界観を作った方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。はい、どうでしょうか。はい。頑張ります。はい。はい、はい。ええー、何でしたっけ。まずは自己紹介を。 はい、やっていきましょうか。ええー、私でえっ、ー、とリオをちと回します。はい、ええー、埼玉県から来ました。うん、埼玉県の荒瀬市というえっ、ー、と一番ちっちゃい市ですね。埼玉いや、日本でじゃないですか。ああ、そうなんだ。日本で<ー>ちっちゃくて人口密度がた一番高い市、うん、というところからやってきました。はいはいはい。 で、えー、そうですね。まあ、なんで沖縄にいるかっていうと、うん、まあ、単純に沖縄が好きだから。と、うん、いうことで、えっ、ー、と、移住してきちゃいましたね。うん、はい。いつですか。えっと、去年の。七月十九日。うん、で、えー、あ、じゃ、もう、もうすぐ一年。もうすぐ一年になりますね。うんうん、はい。早い、早いですね。一年って本当に。早いですか。あっという間ですよ。だってまだ、うん。 2>, 2月ぐらいの感覚 <laughs> よく分かんないですかねということで、うん、まあ沖縄のねいろんな文化とかあと海とかに惹かれて、はい、すごい素敵だなと思って今沖縄に住んでますね、うんはい、で気づいたらなんかラジオやってますけどそうですね <laughs> まさかこんなになるとは思ってませんでした一応ね前えー、とうちの番組に何度かやっぱ出て,もらって、はい、そうですね 人気者ですからいいいやいやいや全然,全然まだまだ謎の物体ですけども <laughs> 謎の物体謎が多い謎が多い物体ですけど皆さんねちょっと仲良くしてくれたら嬉しいかなと思いますそうですね、はい、え実はこれ収録してて、まあ、深夜、えー、月曜日の12時。 はい、夜中の12時24時から放送してるんですが収録が、はい、えっと水曜日の18時はい毎週これでやっていくっていうことでよろしいでしょうかう、ね、はいお願いします、はい、なのでまあ水曜日までにおちさんの方にメールをいただければって感じですね、はい、そうですね、はい、じゃあメールアドレスとか言っときましょうかメールアドレスで、ね、何でしたっけ <laughs> そこでメールとか見見れれるますメールアドレスいますね皆さんメモいいですかでは言いますよ。りおち .radio.gmail.com ですねここまで送ってください。りおちはどう書くのかね ?RIOCHI.RA D. I. O. アットマーク G. M. L. ドットコムです。はい、ぜひよろしくお願いします、はい。素敵なメールお待ちしておりますよ。はい。はい。そして。そして。なんでしょう。1> 第一回目ということで、はい。あ、テーマですか。テーマという、この番組はどんな番組にしていくかみたいな話します。<laughs> そうですね。まあ。 まったりゆるく自由にお話皆さんとできたらいいかな、うん、あと沖縄の情報とかも私に教えてくれたらすごい嬉しいですね、うんうんうん、どんな情報が欲しいですか美味しいお店美味しいお店 <laughs> 美味しいうん居酒屋さんとかな、うんだろうハンバーグ屋さんとかハンバーグ屋 <laughs> かなり絞られてますね <laughs> 沖縄料理もも,もちろん、うん、あそこの 定食屋さん食堂かが美味しいよとかもぜひ教えてください、うん、そうですねはいで今インスタライブもやってるので、はい、インスタのライブの皆さんにもまあいろいろコメントを拾いながらっていう感じですね、はい、そうですねはいこれはん水曜日の18時うん でないと皆さん拾,拾えないので、うん、ぜひぜひ参加してくれたら嬉しいですね。そうですね。だからメールの方もできれば水曜日の18時までに送っ,送っていただければ、はい。嬉しいかな。そうですね。はい。今日も結構来てるんですよ。おお<ー>、さすがだね。<laughs> 結構結構っていう量なのかな。まあ何回何件か皆さん送っていただいて、これテーマが。 はい、あってそれに沿ってみんな送ってきてくれてるんですかあそうですテーマは決めといて事前にはいツイッターとかでいろんな SNS を一応流しますはいはいはい、はいえー、ぜひねこれを聞いてる方もそのリオチの SNS ツイッターだねそうですねツイッターやってるんでフォローしていただければそうですね YouTube もじゃその辺もちゃんと話しておきましょうか、はい、そうですねリオチはリオチで探せばいいのえっと YouTube の方は「りおちあん?」ん「アットマーク」「うちな大好きっ子」で調べれば、はい、多分出てくると思います。Twitter、うん、はどうやって検索したらいいんですかね <laughs> <laughs> じゃあえっ、ー、と「<laughs> FM 着の案」でりょうちゅんのツイッター紹介するので<あ>でもりょうちゅんの方がフォローは多いんじゃないか、はい、いやまだそんなんでもないです2400、うん、24人。あは は見た皆さんありがとうございますすごいね2400た,ただの一般人です私 <laughs> だからそれですごくない <laughs> 次第になんか増えて皆さんフォローしていただいてるんで本当にありがとうございます本当、うん、ねね,ねいやただから SNS が結構楽しくてしょうがないんですよね <laughs> あ<は>皆さんちゃんと反応してくれるのであ,あ確かにねすごいよね、はい、いつもこのいいねとか コメントのあれとかが。いや、皆さんがいい人だからですよ、本当に。<laughs> <laughs> いや、本当ありがたいと思う。すごいね。はい。えっと、なんか。例えば、今インスタのコメントとか紹介できるんですか。えっと。見れなくてさ、こっちで。あ、えっ、ー、とですね。<うん S 2> 山内さん。笑ってきてます。あ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> あと。 うん、メンサーで沖縄ですねようこそできてますねこれ何々さんっていうのがインスタだとよくわからないやっぱツイキャスのアカウント、ね、取ろっかですねねちょっと誰かかわいいあ,ありがとうございます<ー> <laughs> ね名前が出てこない <laughs> <laughs> 残念 まあ1回目はねこの絵ってちょっと手探りでって感じではいちょっと1回目は、ね、2回目からはきちんと皆さんにもストレスなくはいお届けできればと思いますね、はい、本当ですね YouTube の私のアカウント今やってるんですけど、うん、はいや YouTube では配信も同時配信しております、うん、そちらではなんか来てるこれ 眼鏡持ってこなかったっていたのが痛いですね y o u t u ユーチュー俺も見れるかもよ<え>リオっちのチャンネル見ればいいんでしょうはいヘビ男さん残業してるよってお,<ー>お仕事お疲れ様ですねいや <laughs> あとは、うんまあ、さっき言ったんですけどまあメイチャーさんツイキャスのアカウントは作ってほしいっていう方法ですねやっぱそうですあった方がいいですよねうん 大見タイトルラジオやってますね。はい、<laughs> ええー、そうですね。で、これは。あれだね。エコさんだね。わンバンこ。わンバンこ。うん。ですね。は,い、はい、ありがとうございます。いや、まだね、こう勝手が分かってないか、らちょっと。あたふたしてますけど、本当すみません。うん、皆さん。見に来てくれてるのに。 <laughs> <laughs> まあ1回目はねこんな感じでやっていきますが、はいはい、ちなみに1回目のテーマは「何でしょうかこの、えー、と1回目のテーマは緊張したこと」でちょっとね送ってます。ああはいはい、はい、緊張したこと、はいまあ、私が緊張してるんでそれでいこうかなってう、うん、<laughs> びっくりしてますけれどもゆうちさんはもう今緊張マックスもう胃からなんか内臓とか飛び出してくる勢いですね <laughs> 本当に。<laughs> 暑い暑いですそうよねあの僕もラジオ最初にやる時にですねすごい緊張しましたね、はい、ですよね、うん、もう何度かやっぱりやめようかなとかって思ったんですけど <laughs>、はい、やっぱりここで弾いちゃまずいということで始めたんだけどうん、うん、もうどの声で出していいかもわからんし何を話していいかももうさっぱりわからん、うん、そうですよね、うん、今それが私です <laughs> でもねまあ慣れてくるのでそうしたらねラジオがまた楽しくなっていくのかなとはいはい思いますのはいえりょーちが今緊張マックスということで <laughs> 皆様ぜひね、えー、助けてあげてください助けてくださいお願いしますでは、うん、どうしますメールを用意しましょうか、はいうん、えっとメール第1号さんかな うん、これはあっえ広広っぽんですねんさんメールさんメールさんじゃないメールありがとうございます <laughs> えテーマ緊張したことですね、うん、えク、ー、エラジオの「パスナーをやっとできておめでとうさんありがとうございます」今度ゲストにいたしく「広やいびん」をじゃあ今度読みましょうね、うん、いやー 緊張したことといえば初めて気になっている居酒屋さんに一人でいるとき死に緊張するやさその入るまでがちむどんどんと来ておりますありがとうございます一<ー>人で居酒屋さん緊張しますてか一人で行けないですそもそも緊張の前にお一人で行けない入れないですね居酒屋入れない一人じゃ入れないですえー、そうなんだはいだ。あと人からとか行くんですよ一人カラオケとかまあ一人でいろいろすることは慣れてるんですけど、うん まだやったことないのは一人で居酒屋さんに入ることと、うん、あと焼肉。あ焼肉はハードル高いよね。ハードル高いですね。居酒屋さんもハードル高い。いや居酒屋は簡単だよ <laughs> だってカウンターに座ればいいじゃん。そうなんかそれで、うん、なんか周り知らない人じゃないですか。うんうん、あのアウェイ感に耐えられないんですよね。<laughs> <laughs> みんなお話ししてるのは一人でこうカウンターでなんか飲んでるのが。うん ちああまあ確かにああそっかでも僕はねもうおじさんだから、はい、一人居酒屋なんていうのは余裕なんですけどえー、すごいですね、うん、だってもう俺スマホとか見てるよずっと、うんまあ、それだったらなんか家で行こうってなっちゃうなんかね <laughs> でもその雰囲気があるしもしかしたらこのカウンターの人たちと、うん、まあ十分仲,仲良くなれるので。 そうですよねそうそうそう話しかけてくれればあやっと来たって言って、うんうん、すごい話に乗るんですけど私から行けないんで待ち今度行ってみたら<笑><笑>罰ゲームですね両親 <laughs> <laughs>、えー、のチャレンジ企画でさそうですね一人で行ってみたみたいな一人で行ってみたらいいんじゃないですか <laughs> や頑張ります本当に焼肉はちょっとでもハードルは高いよね 焼肉は高いですね、うん、焼肉はみんなで行っておねユンタクしながらそうそうそう食べりたいよね。そうですね、うん、じゃあ続いてのメールも「うんえっと、ラジオネームたかぽさん」たさん「たかぽさんたかぽさん」「はいさ、えー、イりあちさんラジオ DJ になったのでおめでとうありがとうございます」<laughs> テーマは「緊張したことですね」 面接やステージに上がってマイクを握って話すときですね、おお確かにめっちゃ緊張しますよね。うん、正社員正社員等様の面接ではおそらく想定問題集なので練習するでしょうけど、私はぶっつけ本番で挑んでました。うん、すごい <laughs> すごいな。<laughs> えっとどのような質問があって周りのままに速攻即興で答えましたね。 すごい頭真っ白になりかけたことも、うんえー、昔学年集会の時にステージ上でマイクを使って整列させたりしましたがその時のマイクから発した自分の声が衛星回線のように遅れて聞こえてくる感覚なので<ー>相当頭真っ白になって緊張しまくりちよこでした。 過去はな <laughs> ということですね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> あ確かに開いところで話すと、うん、確かにその音って伝わるのに時間がかかるから、羽音羽音って聞こえてくるからってことですか。多分ですよね、うん。あとスピーカーからもしかしたらこっちで喋ってて<ー>スピーカーからだとちょっと遅れているかもしれない、ね、なるほどなるほど。確かにあじゃあ,あれですねあの校長先生ってすごいっていうことですよね。 そうねねですよ、ね、校長先生はすごいってこと校長先生もだから最初やっぱり集会でさ、はい、しゃべるの緊張するんじゃないですよね、うん、みんなだって何,何千人っていう生徒の前でそうそうそうええ何とかでええで慣れてきたらもうずっと話が長くなるわけでしょ <laughs> そうですねあれ大変だよね大変ですよね俺絶対5分も持たないな持たないです私も30秒持てばいいです <laughs> ええー、すごいな。面接とかで緊張したことあります、ね？面接ももう常に硬直してます。はいはいはいっえー、そうなんだ。<laughs> えー、めっちゃ緊張します。そっか。あえー、面接は余裕なんだよな。えー、すごいですね。うん。私はメリだもん。あの前はね人前で喋るのもとっても緊張しました。 私は未だにもう無理です。でもまあこうやって話してますけど。<laughs> そうね。だからラジオやって慣れましたね。ああ、やっぱ練習になるんですかねうん、うん。だから今は割と平気ですね。人前で話すの。あ、素晴らしい。私もそうなれるように。なれますよ。<laughs> 頑張りたいですけど。<laughs> えー、じゃあ次もまだ来てるんです。おすごい。はい。えー、じゃあ行きます。はい。 待って、へ,へい、かなこれ、漢字でへいって書いてたのからへいりやちさん、へいふみですごっく元気でした。へいふみさん、はい、ありがとうございます。先ほどもちょっとお会いしたんですけど、うんえー、先日はへいふみズバーへご来店いただきありがとうございました。いやいやもうめっちゃ楽しかったです。あの<ー>なんかすごい雰囲気出てて、うん、そしてやりましたね、リオチラジオかっこ笑い。<笑>はい、<laughs> ありがとうございます。第1回収録おめでとうございます。 沖縄好きが高じて移住してラジオ好きが高じてラジオパーソナリティを始めるもう新しいライフスタイルの先が先駆者ですねでいいのかな先駆者ですね先駆者先はい <laughs> これからも末永い番組になりますように応援していきますねごっくんちょうありがとうございますひやみかち東北首里町すべての被災地と頂い,いておりますはい、はい ひいふみさんもね、はい、あの有名リスナーさんからえっ、ー、とラジオ<は>番組を持ったっていうそうなんです、ねはい、経歴でそうそうそうあの時は僕が「ひいふみさんラジオやって」っつってそれってどれぐらい前なんですか4年ぐらい前じゃないかなまだまだそんなにたってないえっと「FM ギナーが実は6年なんですよあ そ,っかそうそうそうだからその4年か5年ぐらいでももうほとんど最初の方から番組じゃ持たれてるってことですよねうん最初「フリムンラジオ」っていうのにいてひふみさんもよくあそうなんです、ね、うん、えー、でなぜかひふみさんはその「フリムン」に出ないから「はい、じゃあラジオやって」っつって <laughs> <laughs> すごい2時間しゃべるって相当ですよね相当だよね 難しい本当に本当に今実感しておりますこれ一人で喋れって言っても放送事故に多分なっちゃいます、ねうんうんうん、大変だよね大変ですね2時間はねちょっと無理ですね二人で喋るんだったら二時間いけるんですけど余裕で一、はいうん、人はねちょっと厳しいな難しいですよねはいいや頑張る <laughs> 頑張ります <laughs> 時間大丈夫ですか、まだ。全然余裕です。じゃ、あまだ行きます。はい。いおちさん、こんにちは。埼玉のハチミツ一家です。<ー>あ、よろしくお願いします。もう、ハチミツ一家さんは同じ埼玉県民だ。あ、そっか、そっか。はい。しかも、おばあちゃん家に近いんですよ。<ー> <laughs> はい、この度は、ラジオおめでとうございます。ありがとうございます。末永く頑張ってくださいね。うん、頑張ります。埼玉から応援してますよ。<ー>はい。素晴らしい。 さてテーマの緊張することまずは今日31日の健康診断ですあ、めっちゃ健康,<ー>健康診断がやばいですね、うん、血圧が高いので血圧を測るとき緊張しますわかりますめっちゃわかります看護師さんがいつもリラックスしてと言われる2回測ります、うん、あ緊張しちゃうと血圧が上がるんですよねはい。あと採血のときも緊張しますねめっちゃわかりますね、うん 確かに、特に看護師さんが針を刺す位置を探しているだけ、心の中で間違いないでよと祈ってます。かります <laughs> 確かに、すごいわかります。いよしさんは健康診断を受けてますか。では時間まで読んだら頑張ってくださいね。最近健康診断を受けてないんですよね、私。あ,<ら>あの社会人だったら、あの、うん、会社で健康診断やらなきゃいけなくて。うんうんうん、はいはい。まあ、その時はや毎年やってたんですけど、今は移住したからやってないですね。うん ただ血圧は高いので薬はのんでますあそんな感じで高いんだ、はい、あら大変だね高い時170とかいっちゃう時あるんで、えー、結構だねなんで気をつけなきゃいけないなと思ってるんですけどね僕もあれやる時緊張しますね ね、あれ高くなったらどうしようってって <laughs> そしたらマジ高いんですよねそれでもう高くなっちゃうらしいですね。何も考えないことが一番いいんですけど、ね、そうそうそうあれでも何も考えないって難しくない難しいそれかもう違うこと考えてるとか <laughs> か一番いいらしいですけどね確かにねかコロナのワクチンもデジ緊張しましたからあ,あもう筋肉注射ですよね痛い痛い痛かったわ

金属探知ゲートを通過するときに緊張します。あ、<laughs> わかるわ。あ、ピーって鳴らないかって。そうそうそうあ、私もななんか鳴ったら恥ずかしいんでも、も乗る前にめっちゃし調べます、うん、そうよね。あれ恥ずかしいよね。恥ずかしいです。ね、<laughs> あの僕飛行機もそうなんですけど、やっぱ電車とか乗るときまだちょっと緊張しますよ。電車。うん。あ、電車か。電車。電車って緊張します？するする。どう緊張するんですか。ってえ、なんか。 いいのかなみたいなこの電車でいいのかないいのかなみたいなあでも間違ったら次の駅で降りればなんかねそれ言うんですけど <laughs> 内地の人は、はい、そんな感じでもないんですよ <laughs> <laughs> なんかさあの降りるのが一人とか俺だけとかの場合は、はい、なんかうわとか <laughs> <laughs> なんか恥ずかしいんだよね沖縄電車がないですからねスイカとか持ってますか、うん、全然たまにスイカ持ってるお客さんがいるんですよねこれ<ん>な何なんだろうっていつも思って沖縄で沖縄なのか観光客なのかわかんないんですけどどっちなんだろうっていつもちょっと接客中じっと見ちゃうんですよ <laughs> <laughs> この人どっちだろうみたいな だいたいエディとかじゃないですか。たまにスイカでとかいう人もいるんですよね。それは別に使えるんだ。あ、スイカあのコンビニとかでも使いますよ。便利だね。はい。普通に電車でも？電車でも使います。そうなんですね。結構スイカ一枚持っていると便利かもしれないですね。うそうだね。あとあれあのユイレーレイでも使えれるようになったんですよ去年一昨年<ー>ぐらいで対応して、ね。 じゃないちの人もあれでピッてできるんだ。あだも普通に東京から来た人もそれピッてそれ乗れちゃう。あじゃ沖縄の人も持ってる人多いかもしれないね。まあそうですよね多分あの大きカじゃなくて細いカも対応してるっていう。なるほど。はい。すごいな。すごいですよね今便利になってますね。便利だね。またまた来てるんですけどいいですか？いいですよ。ハイサイシーサーボイヤーありがとうございますなんつう。 このラジオが無事に始まる始まり無事に終わるかって来てますね <laughs> いや無事無事で終わらせます <laughs> でもね無事に始まりましたか無事かどうかわからないですけど三 <はい S 1> 回目まあ収録だからね何度か撮り直したしねそうですねはい,はいじゃあ次 <うん S 1> あめいちゃんから来てますねおーおーえリアーチさんこんばんは まずはカンブリ番組発足おめでとうございます、はい、番組タイトルが決まってない感じみたいですが <laughs> はいそうなんですよちなみに毎週何曜日で何時からウェアなんでしょうかぜひ教えていただけたら嬉しいですそして緊張したことやはりリスナーさんやパーソナリティさんにお会いした時よねあっ、まあ、緊張しますよねうんそれは緊張しますよラジオで喋ってる人が目の前にで 緊張バクバクですよでも、えー、リオチさんが一番緊張してるはずはい <laughs> 今日は初回ですからね無理せず初回放送頑張ってくださいね番組タイトル名こんなのはどうでしょうリオラジ 1>, お<ー>1番リオラジ、うん、2>, 2番リオチのうちなラジオ、うん、3番目リオチャンネルおお<ー>そう皆さんねあのうまいねやっぱりめいちゃんさんはすごいですね 前にツイッターでちょっと募集させていただいたんですけでみんなよくてどうしようかなと思って番組も送らなきゃいけないからって言って一日一日何日も悩んで決まった結果がもう決めらんないと思ってそれで見タイトルラジオでなりましたねいいですねこれがいつまで見タイトルなのかっていう感じですねそうですね皆さん期待ではい はいではあと1分ですであと1分 1>、はい、早いですねあと1分ですって皆さん <laughs> 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 じゃあエンディングですかねそうですねはいいやもうあっという一応あっという間の30分ですごい、うん、でもまだ緊張してますけれどもこんな感じでちょっとゆるく楽しく行えていけたらなと思いますはいどうでしたかいや あっという間でしたようん普通に何か来週からはねツイキャスもちょっとやりながらはい、はい、もうちょいわいわい楽しくやっていきましょうかそうですね、はい、あとは、まあ、ツイキャスのコメントとかも皆さん書いてくれてるので、うん、拾っていけたらいいなと思いますねそうねはい、はい、すみませんみんな本当参加ありがとうございますそれではさよならはいさよならまた来週